3分。どうもちゃん、篠原です。今回は3分で勉強のやる気を作る方法について話したいと思います。はい、3分でやる気を作る方法ですね。で、勉強のやる気ってなかなか出ないじゃないですか。わかります、めっちゃ気持ちわかります。だって面白くないですもんね、受験勉強で。面白くないんですけど、ただでもやらないといけないことは分かってるってなった時に、じゃあどうすればそのやる気が出るのかっていうことですね。で、勉強のやる気はですね、実は作り方があるんです。で、今回はですね、その作り方っていうのをまあ紹介したい。で、これは受験勉強に限らずいろんなところで使えるんで、ぜひまあやってみてください。で、まず、ステップが3つあります。まず1つ目のステップが、勉強をもししたら最大限楽しい未来ですね。このマックス楽しい未来を想像するんですよ。マックス楽しい未来、しい未来を想像してください。未来を想像する。あー、受験勉強頑張ったら大学受かるなーみたいな。あー、なんか学部とか受かるなーみたいな。で、想像してみて、あー、医者になったら年収3000万かー、3000万あったら何しようかな、フェラーリ買おうかなーとかっていう、そういう楽しい未来で、綺麗な嫁さんもらって、家にはゴールデンレトリバーがいて、なんか都内の高層マンションの一番上の席で、で、まあ、なんか夜はなんかシャンパンとか開けてみちゃったりとかして、夜景眺めながら一晩を過ごすみたいな、そういうのやってみたいなとか。あるいは医者になったら、そうだな、すごい難しいオペとか成功させて、患者さんとかにありがとうございますって感謝されたいなとか、そういうのをいろいろ想像してほしいんですよ。あー、これだったら面白いな、あれだったらいいなとかっていうことを想像する。大学生楽しいだろうなと、キャンパス広いしなと、前オープンキャンパス行ってみたらすごい広大な緑が広がっていて、あそこいいなと思ったんだよなみたいな。近所の定食屋さんで毎日ご飯食べたりとかして、友達とバカなことやって酒も飲んで、で、なんか合コンとかもしちゃったりとかして、うわ楽しそうだな俺みたいなっていう想像してほしいんですよ。で、1分間これを妄想するんですよね。1分間もうひたすら、もうなんかどんだけ月水妄想でもいいですよ。なんか医者になって看護師さんとやりまくりたいとかね、そんなんでもいいし、なんか高学歴女子としてモデルでなんか売れて、なんかなんでしょうね、すっごい人気者になりたいとか、そんなんでもいいです。もうなんかもうね、下世話な妄想ダダ漏れ、名誉欲満載、性欲満載、もう何でもいいんで、もうガンガンにえぐい妄想してほしいんですよ。で、逆にその後1分やったら、逆に今度最悪の未来って想像してほしいんですよね。マックスもう最悪、マックス最悪って2つかぶってるの言葉が、マックス最悪の未来、今勉強しなかったらどうなるか、勉強した時の最大の未来を想像して、勉強しなかった時の最大の未来を想像してほしいんです。まあ、勉強しないと、大学落ちると、浪人すると、予備校に100万払いました、予備校でなんか悪い友達できました、タバコとか吸っちゃいましたみたいな、で、まあ、最悪なんか親とかに、親というか、まあ、なんか予備校の先生とかに見つかって、方向処分、退学みたいなことさせられましたとか、あるいはおまわりさんに捕まってみましたとか、あるいはそこまでいかなくても太郎生になって、毎年100万予備校に貢ぐだけの、まあ、なんかね、金づるになってしまいましたみたいな。で、予備校に400万ぐらい突っ込んだ挙句、の果てに高卒になってみたいな。で、その400万を予備校に突っ込んだ挙句、高卒で働くことになって、で、まあ、年収でいうとまあ300万ぐらいで、で、なんかもう本当に生活するのもギリッギリみたいな感じの生活を送ることになりました、てん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 みたいな。まあ、最悪の未来じゃないですか。別に幸福が悪いとか年収300万が悪いって言ってるんじゃないんですよ。ただそういう未来歩みたいかって言って歩みたくなくないっていうことなんですよね。で、まあ何でしょう、学歴がね全てではないんですけど、なんかそれでまあ例えばですけど、年収300万、まあ300万稼げたらいいですよ、幸福だったら。まあ200万ぐらいだとすると、まあ嫁さんもまあそこそこみたいな、でそこそこのお嫁さんとそこそこのお金で、なんか小遣いで月に自由にできるお金3万円だけみたいな生活を送って、で、なんでしょう、なんか子供にもこう満足に教育をあてがうこともできる、さらにまあ結婚できたらいいですけど、結婚できないみたいな、いや結婚ちょっと無理っすわみたいな感じ、なんでしょう、
ずっと生涯孤独で死ぬ時に、ああ俺の人生って予備校に4年連続で落ちた時に狂ったなと思いながら、一人寂しく畳の上で死ぬ、最悪の未来を想像してほしいんです。でそうするとどうなるかっていうと、あ今勉強しなきゃって気持ちになるじゃないですか。でそこでえいやと頑張って、ここで30秒だけ勉強するんですよね。もう30秒だけ、30秒だけ勉強しようと思ってみてください。30秒頑張ろうみたいなっていう風にやってほしいんですよ。でそうするとやらなきゃってなってる状態で30秒その勢いでやったら、だいたい30秒続くとあの勉強ってやれるんですよね。もう30秒で勉強やめようと思っていいんです。30秒で勉強やめようと思ってやってみて、でそしたらなんか意外とできたりとかするんで、これでやると3分で勉強モードに移行できるんですよね。まあ2分半ですね。2分30秒で勉強モードに移行できるといいっすよね。でもうなんかね、自分の中での最悪の妄想っていうのをしてみたら、なんかいろいろあるんですよ。例えば僕もまあ今 YouTube でいろいろ動画出してますけど、楽しい、最高の楽しい未来、僕が歩みたいなと思ってる未来は、ランボルギーニを買って首都高をぶっ飛ばしたいんですよね。でなんか法定速度ギリギリでぶっ飛ばして、でなんか横に綺麗な女の人乗せてみたいなことやりたいんですよ僕。夜景とか見て、うわ綺麗だねとかって一緒に言いたいんです。もうそれだけ。あるいは何だったら一人でもいいです。僕結構孤独が好きなので、一人でなんか冬というか春ぐらいの北海道のなんか広大な草原をガーンと飛ばしたいんですよね。オービスのないところとかでもうガンガンに飛ばしたいなとかっていう欲があるんですよ僕どうしても。なんでなんかそういう未来とか想像するんですよね。でなんか28歳ぐらいで、こうすっごい自由で豊か で好きな人たちと一緒に働いて好きな仕事をして、毎日あ面白いなとかって言いながら、でもうなんか休みの日とかは、高速とか山道とかを自分の好きな車でぶっ飛ばして、その時着てる服もめっちゃかっこよくてみたいなっていうのをやりたいんですよ僕。本当にやりたいでっていうのをやりたいなっていうのがマックス楽しい未来で、最悪の未来何かっていうと、まあこれ動画投稿とかこういう、まあ今実際にお金をいただいて授業するっていう、まあ教育事業をやってるんですけど、まあ個人事業主経営者なのでやってるんですけど、それがまあうまくいかないと、で失敗すると、でお酒好きなんで酒に溺れて、もう毎日酒を飲むだけ、飲んだくれ、兄弟という学歴という過去の栄光があるだけのつまらん男になってクソデブで、で彼女もいねえわ、嫁もいねえわ、子供もいないで、親からも絶縁されてみたいな、そういう孤独な人生、最悪ですね。俺は25までだったなみたいなことを思いながら70歳ぐらいで死ぬ、最悪ですね。でっていうような最悪の未来を想像すると、まあ今仕事頑張ろうって思うんですよね頑張って仕事しようみたいなっていう風に想像してみてほしい。3分間でやる気を作る、これでやるとですね、まあ結構いいですよ。やらなきゃっていう気持ちが出てくるんで、ぜひ、まあ、これでやる気を作ってみてくださいです、ということで今回ですね、3分間でやる気を作る方法について話しました。ぜひ真似してみてください。今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。